これから入学者選抜について説明します。本校は定時制の課程です。入学者選抜については、全日制と同じ共通選抜の日程のみで行います。お気をつけください。それでは、本校の特徴的な部分についてお話しいたします。志願資格及び学区は表示されてある通りです。特に本校は学区に特徴があります。横浜市立高校である本校は横浜市内全域を学区としています。神奈川県内にお住まいの方も出願ができますが、市外の方は学区外という扱いとなります。学区外の方が入学を許可される人数は募集定員の 8% 以内と決められております。令和4年度の募集定員は1部144名、2部3部がそれぞれ108名、合計360名となります。先ほどお話ししました合格者に含むことができる学区外の入学許可人数は、1部が11名、2部3部がそれぞれ8名ずつとなります。検査記述と合格発表は表示の通りの予定です。なお、詳細につきましては、神奈川県のホームページ内にある神奈川県公立高等学校入学者選抜についてで確認していただくことが可能です。コロナ禍ということもあり、変更を余儀なくされることもありますので、神奈川県のホームページをご覧いただけたら幸いです。検査内容をご覧ください。検査内容は、学力検査と面接の2つです。まず、学力検査ですが、検査内容は、国語、数学、英語の3教科です。問題は、定時制問題を使用しますので、お気をつけください。各教科50分、100点満点の検査となります。なお、令和4年4月1日現在、20歳以上の受験者は、作文をもって学力検査に変えることもできます。また、全員が面接を受けます。学力検査問題は、神奈川県のホームページに記載されています。神奈川県公立高等学校入学者選抜で検索すると、一番上に出てきます。すると、このようなページが出てくるので、下の方にスクロールをすると、昨年度の問題に飛ぶリンクがありますので、これをクリックしていただくと、このページの赤枠で示したところをクリックし、過去の問題に飛ぶことができます。全日制と定時制の問題は異なります。ぜひご確認ください。神奈川県公立高等学校の選抜では、一つの選抜で合格者を決定するのに、二つの段階に分けて決定をします。まず、入学定員の 90% を調査書、学力検査、面接の3つを用いて合格者を決定します。これを一次選考と言います。次に二次選考を行う前に、資料の整わないものの選考があります。資料の整わないものについては、参考にできる資料を活用して、第一次選考合格者に相当するものであるかどうかを判断し、適正に選考します。
そして残りの入学定員の 10% を一次選考に漏れた受験生の中から学力検査、そして面接の2つを用いて合格者を決定します。これを二次選考と言います。選考方法についてもう少し詳しく説明をいたします。一次選考は調査書、学力検査、面接の3つの観点についてそれぞれを100点満点に換算した値を3対4対3の比率で算出した数値により募集人員の 90% まで合格者を決定します。二次選考は調査書の評定を用いずに学力検査6、面接4の割合として算出した数値により選考いたします。次に、面接の観点についてです。面接は、ここに掲げられている6つの観点を適正に評価します。面接は、面接官、受験者ともに互いの理解を深めるための場です。受験者の意欲や意思確認を行うために実施されるものと理解していただき、リラックスして面接に臨んでください。本校の入学選抜における大きな特徴は、第二希望の部を書くことができる点です。この制度は、第二希望にした部が定員割れを起こした場合、その欠員分を他の部で不合格者となった受験生から決めていくという仕組みとなります。こちらは一昨年度入学者選抜の志願状況です。3部の倍率が 0.61、つまり定員割れです。通常では二次募集を行うこととなります。しかし、本校では第二希望の制度があるので、3部について第二希望の選考を行うこととなります。対象者は1部と2部で不合格となった受験生のうち、願書に第二希望を3部と書いた受験者が対象となります。例えば、第一希望が1部、第二希望が3部の場合、志願先欄に第一希望の学科、部、受験教科を書いた後に、第二希望欄にこのように、学科と希望する部を記入してください。また、第二希望を書かない場合は、第二希望の欄を斜線で消します。第二希望で合格する場合のイメージをお伝えします。まず、募集締め切りの時の志願状況で、3部以外定員を上回ったとします。このような場合に3部のみ第二希望による選考が行われます。まず、第一希望に基づいて合格者を決めます。3部は定員に達していないので、志願者全員が合格となりますが、1部と2部から不合格者が出ます。第二希望の選考は、第二希望を3部としていたものを選考対象とし、学力検査と面接の点数を用いて選考を行い、定員までを合格とします。ここで大切なことをもう一度お伝えします。第二希望の部が定員割れを起こしていれば、第二希望で合格する可能性が出てくるということです。大事なことなのでもう一度言います。選考対象者は、第二希望を3部と記した受験者となります。それでは要チェックをまとめます。まず、学力検査内容は、国語、数学、英語の3教科、そして定時制用問題を使用します。次に、
願書に第二希望の部を書くことができる。この点がまとめとなります。これで入学者選抜の概要の説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。